The first take music. こんばんは。ここからは The First Take Music ナビゲーターの高田真宙です。さあ、このコーナーはアーティストの一発撮りのパフォーマンスを鮮明に切り取る YouTube チャンネル The First Take のアナザーストーリーを楽しむことのできるレギュラー番組です。The First Take では白いスタジオに置かれた一本のマイクの前でアーティストたちが披露する一発勝負のパフォーマンスを 4K 対応の高画質、高音質で楽しむことができます。そんな The First Take と J-Wave Sonar Music のコラボレーション The First Take Music、 さまざまなアーティストの The First Take で実際に公開されている音源やスタジオライブ、そして撮影秘話などをお届けしていきます。2021年最初に登場するのはこの方です。The First Take Music をお聞きの皆さん、こんばんは、ゆりです。ゆりさん、コメントありがとうございます。今 SNS を中心に大きな話題を集めるシンガーソングライターのゆうりさん、私も最近いろんなところで耳によくしてですね、注目をしていたんですよ。彼女との別れを歌ったかくれんぼと、そのアフターストーリーとしてかくれんぼの歌詞に登場する女性の目線から綴ったドライフラワー、この2曲の一発撮り動画が公開されています。ではまずゆうりさんに The First Take に出演した感想を伺いました。もともと The First Take のチャンネルがとても好きで、いろんなアーティストさん の一発撮りっていうのをずっと見てて、やっぱりみんなプロの人はこんなに歌がうまいんだなってずっと思ってて、いつかでもこの First Take っていうチャンネルに出れたらいいなとか、夢みたいなことをよく思い浮かべてたりしてたんですけど、こうお話が来て出させていただいた時は本当にとてもとても嬉しくて、自分の曲を自分自身も楽しんで歌を歌えたらいいなと思って、アレンジとかでこういうことしたいな、ああいうことしたいなって歌いながらどんどん思ってきちゃって、ただ一発撮りだから果たしてそこまで挑戦していいのかとか、自分の中でこういろいろ葛藤みたいなのもあって、でもなんか5分ぐらいの自分の曲の時間で、やっぱりたくさんの人が見てくれてるチャンネルなので、より多くの人に、ああこの人の歌はいい曲だなと思ってもらえるように、こう届くように皆さんに頑張って一発撮りで歌いました。ずっと憧れだったという The First Take の舞台、こちらこそご参加いただけてすごく嬉しいです。今このコロナ禍の状況で活動の場が制限されている中、 The First Take でこのかくれんぼとドライフラワー、どんな思いを込めて歌われましたか？やっぱりこういう時期だから、今こう顔を見ながらライブっていうのはなかなか難しいじゃないですか。でなんかこうやっぱ自分のことを知ってくれてる人っていうのにはこう配信で届けることはできるかもしれないけど、やっぱりこう僕のことを全く知らなかった人に、あこのアーティストさん気になるなって思わせれるチャンスだったし、だし今まで応援してくれてた人もやっぱりこう有名なチャンネルに出ておめでとうじゃないけど、そういうコメントもいっぱいあって、やっぱそういうところではこの今回のかくれんぼとドライフラワー、どちらも絶対こう聞いてくれた人の頭に残るようにしたいなと思って歌いました、自分のことを知らなかった人にも知ってもらえる機会っていうのは、こうアーティストにとって大きなチャンスでもありますし、だからこそこうしっかり届けたいっていう気持ちが入りますよね。動画が公開されてからは周りから何か反響はありましたか？僕は父がとてもファーストテイクが好きで、リサさんとかいつも見てたみたいで、で僕はもともとファーストテイクに出るのも言ってなかったので、当日に行ったんですよ。今日今から出るんだよって、そういうのことを言うとやっぱりすごく周りは、あのチャンネルに出れるのとか、やっぱりびっくりしてたし、あといつも一緒にいる友達とかとこう一緒に YouTube を見ながら電話しながらこう見たりして、しかもすごいやっぱり同時プレミア公開だから、チャットが見れるじゃないですか。やっぱりそういうのを自分も1回目見た時は、あれを見ながらチャットを見ながらいろんな方の、ね、コメントをバーっていっぱい書かれてるのをずっと見ながら、なんかドライフラワーもかくれんぼもこうニコニコするような曲ではないけど、でもなんか僕的にはとてもなんかそのチャットがもうとてもとても嬉しくて、聴いてる時は半分こうニヤニヤしながらすごく楽しく見てました。
お父さんもファーストテイクのファンだったそうですが、優里さんが突然出るっていうことを聞いた時にはびっくりしたでしょうね。でもそれと同時に家族は本当にこう嬉しいと思います。撮影後のインタビューでは、ザ・ファーストテイクは一度経験するとまた立ちたくなる特別なステージだと思ったとお話しいただきました。この SNS とかでやっぱ広がっていくっていうのもあるんですけど、やっぱりこういう有名なザ・ファーストテイクに出るってことはやっぱりすごい僕のこの人生の中ではとても大きなチャンスだったし、やっぱりそんな何回も来るチャンスではないと思うんですけど、やっぱり3回目4回目5回目っていい曲をもしもまた作れたら読んでもらえるかなとか、こうやっぱりワクワクするし、僕はやっぱりこのファーストテイクでいっぱい知ってもらえたっていうのがあるので、本当になんか感謝しかしてないっていう気持ちでいっぱいなので、やっぱりこのファーストテイクには何度でも出たくなるんだろうなっていつも思います。またどんどん素敵な曲を作って、ファーストテイクにもこれからも出ていただきたいですね。今まさに注目度がどんどん上がっている優里さんですが、今年はどんな1年にしていきたいですか？やっぱり去年は自分の中でかくれんぼとドライフラワーっていう、こう曲は知ってもらえたけどまだ優里っていうアーティストのことは知ってもらえてないことが結構多いので、曲だけ有名じゃなくて優里っていうアーティストが有名になれるように、2021年今年も楽しく歌を歌いながらいろんな人に知ってもらいたいなと思ってます。以上、優里でした。優里さんというアーティストをね、すでに知っているっていう方もたくさんいると思いますが、ますますもっと多くの方に知ってもらえる1年になると思います。優里さん、コメントありがとうございました。改めまして、 The First Take は毎週金曜日水曜日夜10時に様々なアーティストのパフォーマンスが更新されますが、 The First Take の公式 SNS では歌う前の様子が少し投稿されます。こちらもチェックしてくださいね。 The First Take Music、 ここまでは高田真昼がお届けしました。 The First Take Music。 The First Take Music。The First Take Music.